はい、それでは時間になりましたので、えー、続いて、えー、発表していただきます。えー、次はです、ね、渡辺幸太郎さんで、えー、テーマがです、ね、リブレオフィス運用これの帳ということで、リブレオフィス運用で覚悟してほしい、置いてほしいことという題で、えー、しゃべっていただきます。よろしくお願いします、はいえー、皆さん、こんにちは。 渡辺と言います、えー、福岡からやってまいりましたであのここで運用の心得でですねあの覚悟しておいてほしいことと大冗談から構えてますけれども、まあ、緩い気持ちでさらっと聞いてくださいでアジェンダですけれども、まあ、講師の紹介運用の状況運用の心得で最後に質疑を打とうという形で持っていこうと考えておりますで、まあ、私の紹介なんですけれども あのまあ、ちょっとですね所属団体の許可を今日もらってませんので、まあ、某団体ということで、まあ、総務の雑用担当者に今はなってます。であの2011年にうちの方ですね500台ぐらいパソコン入れ替えやりまして、その時のメイン担当とマニュアルの作成等を全部やりました。でその時きの苦労話も含めて、ですねあのお話し,したいと思います。まあ、下にありますけど、ご質問、頼み事とは直接本人まで言ってください。 何回も言いますけど、プライベート参加ですから、<laughs> えあの個人的見解でございまして、あの先ほどの浩栄さんと同じくですね所属団体の見解ではございませんので、ご了承くださいであの。運用の状況ですけれども、大体パソコンの台数は500台程度あります。の MS のオフィスも入れてまして、ですね約40%、36%ぐらいを入れてますであの。内部ファイルはですね全部もう ODF を。 標準で指定していますで。作るファイルのも8割以上が ODF になっておりまして、まあ、社内で流通しているファイルはもう9割以上が ODF か PDF か、どっちかというふうになっています。まあ、ここに書いてますけども、まあ、標準オフィスソフ,トソフトとしてですね、普通に使えてますよというふうになっています。で、あの前振りはここまででありまして、ここから縦書きにしております。で こっからがンチャなんです、ね、であの確保しておいてほしいことということで T フォントの解消体を使ってですねちょっと作ってみましたであのまあここですね力で押せば角が立つと女王を見せれば丸投げすると意地を通せばトラブルにとかくリブレは難しい <laughs> なんとなくどっかで聞いたことあるなっていうまあかの文豪もこういうふうに 申ししてているわけででございましてですねこういうふうな感じでここに長々と書いてますけれどもまあ,あるドラマのですねイントロなんですねここのところがですね。「リブレ管理者それは各国の言語開発チームに命を預け人知れず管理者の裏道を歩かなければならぬ宿命を自らに求めた者たちである」と。 サポート打ち切りによりアップデートをお勧めされ、過酷なライセンス管理になく、世界のあらゆる言語のユーザーを、ある時は助け、励まし、またある時は影のように支える彼ら。だが、身をやつし、姿を変えて、完全と自由へと挑むリブレ管理者に、明日という日はないっていう、どこかで聞いたような、この方、この方向でちょっと、今回は進めようかなと思ってます。一つ。 1一つですね。1つ。人の財布と費用をすすり2 <laughs> 二つ。2つ。フラチなアップデートざんまい三昧。3つ。すいません、ドラマが変わってきてますね。<laughs> す,すいませんし。まあ、ここから真面目にいきます、はい。上位互換は保証されていないものと心得よと。とここですね。これですね。保証されてないんじゃないところがミソなんです。 保証されていないわけではなくて、保証されているはず、このはずが問題なんですね。だから注意しなさいよと、保証されてないものと考えろというところが注意のポイントであります。2つ、2つ目は普通です。日本語の利用は特別な環境で使ってるんだよというふうに思ってくださいと。 いろんなテストやる,やると思うんですけども日本語だけ発生するバグっていうのが結構あるんですねだからこれはもう日本語で使ってる我々はちょっと特殊な環境で使ってるんだよというふうに思っといた方が平穏無事に過ごせると思います3つまあ自分で考え自分で試し自分で導くと心得てちょうだいと いうことでですねこれまあどういったことかといいますとまあ要するにですねまあシステム管理者自身でまあ周りの状況とかですねまあユーザーのこととかも考えていろんなことを考えて自ら行動しなければうまく管理はできないよとまああのよくあるオフィスソフトにありがちなまあ任せて適当にやっといてねというふうにやってしまうと適当に本当に適当になっちゃいますからそこは考えて。 自ら行動するるとという形が必要になると思いますであのよくあのエンドユーザーコンピューティングっていう EUC っていうのがあると思うんですけどもこれっていうのがですねかなこの軽くで何をやるとか表計算は何やるとかワープロで何やるとかいうのが分かってるとこれができるんですけども基本的にデータベースとあのドローお絵描きのソフトっていうのはなじみがないので。 どうしてもそっちに行かないんですね。だから、どっちかっていうと、個人的には、まったんの管理者がですね、まあ、何をどう使うのが一番いいかっていうのを、こっちからもアプローチしてってやらないとうまく回っていかないんじゃないかなと思ってます。4つ。えー、とマニュアルはですね、作業均一化ツールと、心得てくださいという、あのよく あの私どももマニュアルを作ってですねこのマニュアルを見てくださいっていう運用をやってるんですけれどもこれは、まあ、マニュアルを見て作業手順を確認するっていうのもあるんですけれども質問を絞り込むっていううのにも使うんですね例えばタックシールを作るのにいろんなやり方 ABC のいろんなやり方をやられても答える方が大変なんですよそれよりもタックシールのやり方はこれを使ってっていうふうにやっといて。 この手順について分かんないことっていうふうな質問を受けないともういろんなユーザーからかかってきていろんなやり方で質問されてあんたは答えるの分かるでしょうみたいな形で質問されるよりもこのやり方っていうのはあるかじめ決めてですねここの手順の何番目が分かりませんっていうふうに絞り込まないと大変なことになっちゃいます。 くつうのやり方をですね、質問される環境を作らない。ためのツールというふうにマニュアルは考えてもらった方が。よろしいと思います。で、五つ目。自己満足マクロは基本廃止と。もう、これ、あの。もう、皆さん、ご、もう、お分かりと思いますね。もう、マクロ使ったんだよねみたいな、このボタンを押せばできるんだよねとかいう。この関数作ったんだよねみたいなのをやられると。もう。 大変困ります引き継いだ方も困りますし、もうファイルもらった方も全然分かんなくて困ってしまうので、これは基本廃止というふうにして、すなわち切り捨てごめんというふうにもうやって、ズバッと切った方がいいと思いますね。6つ、MSOffice の代理運用は非常に難しいと思った方が、もうはっきり言ってそっちの方がいいと思います。 五感、ね、運用と代理運用っていうのが似たようなもんなんですけどすごい違っててですね代代理理でで使うなななならら完全互換じゃいいと代理にならないんですよでそこはきっちり押さえとかないと五感でいいよねっていうところと代理じゃないとダメよねっていう違いをはっきり定義して運用しないと苦労するかなと思ってます。7つ 予想の結果がですね自分に当てはまる保証はないと。心得てちょうだいと。自分の検証した結果だけをですね信じること、ちょっと保守的なんですけれども、自分の使っている環境で検証した結果じゃないと、どこでどうこけるか全然わからないんですよ。ですから、そこを自分で検証して、 他の人全く信じちゃダメと言ってるわけじゃないんですね。基本姿勢としてくださいと。その方が安全ですよということにな8つまあつ。全てを受け止め挑戦し解決すると心得よと。まあ、あのいろんなことをあの言われますあの。当然、リブレオフィスだけじゃなくて MS オフィスも併用で使ってる環境とかもありますんで、あの MS オフィスの質問も来たりしますし、これで,できあの MS で,できてたのがなんでできないのっていうところの調査とかですね、その辺はもう自分からいろんなユーザーに話してですね、挑戦していって解決すると、できればその解決した情報は公開するという形で、自分の苦労が他に伝染しなくてですね、他の人もきっちり あこれ見たら解決できるんだねっていうことでできればとってもいいかなと思ってます9つ、まあ、これは経験なんですけども、まあ、どこに移動になろうともファイルは応うよどこまでもと、ね、あの人が作ってるからっていうので常に追いかけられますねいくら月日が経とうともファイルは応うよいつまでもこれもいつまでもあの人が作ってるからと。 ので追われてますねこの覚悟はやっぱりいるかなと。ラスト。まあ、運用というのはですね単に今の状況を継続することではないと心得てもらって、まあ、ちょっとした工夫やですねこれってもうウェブのシステムに載せ替えた方がいいよねとかいうふうなところの判断を交えて原稿を単に置き換えるだけじゃないと。 どうやったら運用がうまくいくかっていうのを常に考えて変化を加えていくという姿勢が必要かなと思ってます。まあ、すなわちエンドユーザーのソリューションですね。エンドユーザーと一緒に問題を考えてですね、問題を把握して一緒に考えて一緒に解決すると。この一緒にというところが大事なことで、あの、ちゃんとあなたたちも 当事者として頑張ってやってよねっていうところも含めてですね一緒にユーザーと一緒に考えるというところが一緒にやる理由なのでそこをぜひ頑張ってちょっとユーザーの方にですね立ち入っていくのっていうのも結構あの大変だと思うんですけれどもそこをやっていかないとユーザーに一番近いソフトの方の対応になってますので。 まあ解決することには一緒に考えるということでお願いしたいと思います。で真面目な話はそこまでで最後に「リブレオフィス運用心への情」ということでさっきのドラマのことを思い出していただきたいんですけれども「我が仕事を我がだけと思わず」「所属の義あくまで仮に」と。 ここはですね自分の仕事は担当部分だけであるとは思わないで人事異動はあくまで見かけ上に過ぎないで運用を離れることができたというわけではないと。己の器量を持ってトラブルいかにでも果たすべしと。自分の持つ知識や技能を総動員し発生したトラブルへの対応はどんなことがあってもやり遂げなければなりません。ここですよね次なお しして疲弊も褒めるものなしと担当外のトラブル対応や解決策実施によって担当外じゃないのに疲労を憊するようなことがあったとしても褒めてくれる人は誰もいないとやっぱここはもう一回リピートでしょうねここは。ということに覚悟していただきたいなというのでとっても分かりやすい。 説明だったと思いますけども。終わりと。いう風になってます。はい、何かご質問ありますでしょうか？まあよくあるのはこんな感じで質問されてます。アクセスはどうしてますか？ってアクセスで動かしてますね。それしかありません。はい。下手な下手にいじるよりですね。もうアクセスはアクセス。 アクセスって全部使わないじゃないですか。でもアクセス使う端末絞り込んで、アクセスで動かしてっていうことにしてます。あとあの PDF のフォームっていうのが今実はちょっとおすすめでですね。まあ、あのライターにしろ、軽くにしろ、まあ、ドローにしろですね。PDF のフォームを作れるんですよ。入力できる PDF ですね。これをですね、まあ、作ると非常に楽です。まあ、あのちょっと入力して、 返しててねというのって文結構内部の文書ってそういうのが多いんですよ。資格の取得番号を書いて送り返してねとかですねまあそんな名前書いて送り返してねとか,だから所属のところ番号を書くところとか全部作ってあげてあのまあ PDF フォームを作って送ると問い合わせは来ます。どうやって作作るのかとでも簡単に作れますし あの、まあ、ソフトにこだわらずにですね、配布できるようにもなりますし、外部にも。送れますしですね、とっても便利で。なってますので。まあ、P. D. F. フォームを作って活用すると。ちょっと。いい気がします。<laughs> 質問ないですか。はい、えー。そうですね。あの、変なシステムが。例えば、Excel のファイルを吐き出してきて。はい。それを埋めようと。 はい、そういうようなあの他のインフラとの兼ね合いみたいなそういうあたりってご苦労しないじゃないですか。あ、あのエクセルのファイルでですね吐き出してるっていうのがあったんですけども、あのもう CSV に吐き出してくれるように変えてます。ああすはいはい。であの CSV を開くときって軽くの方が結構あのねご存知と思いますけど、こう結構いい感じで開いてくれるんですよね。<laughs> あのエクセルみたいに問答のようにダーンとこう出すんじゃないのでそこのところがあったんで CSV であの入ってねというふうになってます若干ですねあのやっぱりこっちの、ね、これがかかるっていうこともありますんでそういうところはですね、まあ、エクセルの形で入ってもらってそのまんまあのエクセルのファイルで吐くからですね そこから先をこう細かくマクロでどうのこうのやってるっていうのは基本的にうちはないんですよねだからあのもうデータで入ってくださいっていうぐらいまでしか実際やってないので、はい、そこら辺はもうあのマクロと同じでバッサリやってます。他、はい、他に <laughs> 他にはい 外部に持ち出してる分っていうことですか。タブレットで見たりとかいうことですか。普通のまあ軽くのファイルとかをモバイルで見たいとかいう話ですかね。ああのうちはそこまでモバイルの話が出てなくてですね。あのまあパソコンはいろんなプラットフォームでまああの Mac を使いたい部署もありますし、実際のもう Linux で 全然大丈夫なところもあるんですよ。で、そこのテストとかもやっていく分はちょっと。若干やってはいたんですけども。すみません。あの、モバイルの分についてはですね。あのー。そこまでまだ話がいってないので。はい。あのー、できれば後から個人的にお話。させていただければ嬉しいなと思います。あり,ありがとうございます。はい。はい、他に。ないですか。はい。皆さん、リプレオフィス好きになってもらえましたか。 私の前じゃ好実際あのまあいろんなまあ担当私システム担当からですねあの雑用の方に変わってますのでそこであのいろんな話は聞くんですけども結果的にそのまあいろいろ言ってこられる軽くはエクセルに変えてという人の要望をいろいろ聞くんですけども。 Excel に変えてっていう要望をつくづく聞くと昔使ってた Excel にしてっていうことなんですねだから2016にすると2013とかにすると変えて苦情が来ると違うじゃないかということにもなるのであのー、昔やってたことがそのままやりたいっていうとこなんですねだから MS Office がいい悪いとかいう 話じゃなくて昔のことはやりたいんだよという話はよく聞きますけど、あの皆さん好きかどうかって言われるともう個人に聞かないと分かんないと思いますね。はい。いいです。他にありますか。それでは以上で終わります。ありがとうございました。 渡辺さんありがとうございます。えー、この皆様の使う時にはこの10か